おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストソードやっていきたいと思います。で、前回はね、魔鳥サイレスに対してね、オタクが戦いました。はい、はい、今回もオタク頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、イベントだ。イベントか。ああ、どうやら大臣と王子がセティアさんの話を聞いているようだ。あ、じゃあ俺もな、セティアと手つないで帰れへんだれさ。いや、だからさ、なんかね、セティアと一緒に帰ったつもりなんですけどね、すぐね、あの、帰らされるんですよ。え、王国近くの海に、え、海に魔物ってある、あれ、俺一つ覚えてんだけど、あれ一つ思い当たる節があるんですけど、あれ、これもしかして大丈夫かな。あいつじゃないの。あ、俺が行こう。バウド、あれ、あの、あなた、この俺では力不足かな。いや、あの、あなただと思うんですけど、ダメですか。その、あの、いや、やめとこう。受け入れよう。バウド殿、あなたが言ってくれるというのならね、これ主人公のね、父ですね、バウド。あ、ってことは何、もう一人の仲間はバウドなのか。あ、ちょうど一緒に来い。おー、一緒に行くか。父、あ、父が仲間になるの。パパス並みじゃん。あ、4章にしてパパス。実はな、飲みすぎたのか、チートばかり足元がフラフラするのだ。はい、しかしお前がいてくれればまあ大丈夫だろう。いやいや、父が仲間に、え、すげえ、父が仲間に加わるって珍しくないね。今までパパスとか父のキャラがいたけど、こうやって仲間になるとね、マジで珍しいんじゃないの。あ、でも外にいるんだね。海って言っても外にいるんだね。じゃあちょっとどうしようかな。レベル上げしたいな、そろそろ。今までそのまま行ってレベル上げがさ、結構おろそかなまま進んじゃって、この前陽キャに絡まれたり陽キャに絡まれたりして、それで負けてるから、ちょっとレベル上げしたいな。この顔から始まるのか。ご無沙汰です。3週間ぶりです、なんと。どうもご無沙汰です。3週間ぶりだぞ。なんと実ね、前回の収録から考えると3週間ぐらいちょっとこれやってなかったっていう恐ろしいことになってるんですけど、怠慢症かな、飽きたのかな、と失踪すんのかな。あ、来た。さあ、バウドと一緒にね、あの、来ました。魔物が現れたっていうところ行って、バウドと一緒に行くっていう、父と一緒に旅するのはね、ドラクエ的には確かに珍しいことじゃないんですけど、結構中盤で知事が中身になるっていうのはなんか珍しいよね。なんか序盤とか、まあ確かにセブンとかだ、ドラゴンクエストセブンとかだったら、確かね、あの、父は一緒に来てくれるけどな。まあ、ある種ね。おまけにいろんな魔物の匂いもプンプンしやがる。さあ、バウドと一緒に戦うのか。うん。よし、洞窟へ向かおう。いや、父が仲間になるほどね、息子にとっては父が仲間になるほど心強いってことってないと思うよ。だからセブンの主人公で恵まれてるな。ファイブの主人公もまあ、さぞ頼もしかっただろうな。え、船じゃん、船だ。前回のマーマーみたいな感じ、船から始まるんだね。へえ、マーマーみたいに切り捨てればいいのかな。ライバルズの かわいそうなマーマー。うわ、これ完全船だ。気づけないとね、これホークマンみたいに上から来るかもしれない。先手必勝よ。キーマちゃんいるじゃん。キーマちゃんいるよ、タコドラちゃんとドラキーマか。と、ここ食らう。まあでも結構ね、ちょっとレベル上げておきましたんで、あの、前回ほど苦戦はしないんじゃないかと思います。オッケー、いいよ。ちょっと待って、見失った。ポインター、オブレー、ポインター見失うの怖いよ。ポインターちゃんと見てこう。相変わらずやな。ちょっとポインター見失った、ポインター見失った。ポインターどこ？あ、あったあったあった。ポインター見失うの多すぎ。ポインター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 、やっぱポインターが思いのほかあっち行ったりこっち行ったりする。気をつけなんと。的確に狙っていこう。まあ、ここガードして、ゆっくりガード、ゆっくりガード。何、あ、これバウドだ。マジポイント使ってる。バウドが魔法使って攻撃するんだ。何、ラリホ、え、ホイミ使うじゃん、ドラキーマ。あ、そっか、使うな、お前。そういや、作品によっては錯乱してくんじゃん。いや、先切っときゃよかったか。 OK。 ちょっと離れた方がいいか。ポインターはグッて振っちゃう。やっぱりグッて振っちゃうのは相変わらずだな。でも、ついにキーマちゃん来たから、グレードラ来てもおかしくねえな。しびれクラゲだ。
シビルクラゲじゃん。海といえばそう、シビルクラゲ。かっこいい、お前のアニメーション。先手必勝？失敗？攻撃モーションの時はね、あんまりダメージ食らわないからね。何？あー、バウダの追加攻撃や。ありがて。でもセティアみたいに回復してくれた方が個人的にありがたいな。セティアとかね、スネオみたいに回復してくれた方が個人的にありがたいんだよな。キーマちゃんが来てる。おっと、ごめんよ。来てるよ。オッケー、うまい。的確に処理して。いる？まだ。いるね。はい、ガードしてからの、あー、ミスター。レッコンしないと。攻撃中はダメだね、やっぱ。すごい、2、2、2、2って出てたけど。ああ、結構来るな、敵。ってさ。うわ、広っ。開けたのでだよ。何左見てる。何何あっち向いて、こっち向いてしてる。僕何もしてないよ、今。勝手に僕の意思と反して、あっち向いて、こっち向いたりしてる。なんか来る？そのうち。いや、さすがに来るでしょ。間が空いてるよ。あ、マーマンだおい、前回引き殺したよな、俺。お前は前回俺引き殺した。敵の動きをよく見ろ。なんか前回船でさ、引き殺したマーマンね。ついに怒りのまま来たか。オッケー。普通にガードしてからの盾。的確に狙っていこう。いいね、結構来るね。ガードして。小さな目を手に入れたな、今。シビレクラゲかっこいいな、お前。そんな雷持ってたのかよ。よーし。めっちゃ反抗期じゃん、ただの。ああれ、あれ、マーマンダインだっけ、君は。確か、マーマンダインだったっけな、君の名前。マーマンでさ、なんかさ、魔法が使えるマーマンでしょ？いたね、スリーに。スリーからいた。お前の魔法のビキニ欲しくてたまんなかったんだよね。何バイキルド覚えたって言ったな。あいやあいやってくれた。これ跳ね返せるよ。これ跳ね返せる、跳ね返せる。いけ。あ、トルコ、え、なんでお前、全然いんのかよ。見づらいな。お前、魔法のビキによこせよ。はい、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 ヘラクソはい、ヘラクソ。前回のキミラみたいにカキンってやりたいな。かっこよく。かっこよく。いてーよー。お前、前にいんのか後ろにいんのかわかんねえじゃねえか、これじゃん。あ、上から来るね、これ。お、ライデイン。まあ、ガードしていいや。おー、跳ね返したけど海に沈んでった。てか、あれ、お前さ、あのさ、マーマンダインさ、あのさ、お前魔法、そんなメラみたいな魔法だったっけ？シャトとかじゃなかったっけ？なんでお前火使ってんの？炎を使ったっけ？魔法のビキに落とすのはよく覚えてるけど。あれ、ここまで終わり？こっからは徒歩？さあ、あ、宝箱あるよ。大丈夫かな？人食い箱とかでどうしよう。さすがにそんなことは。雷の弾を見つけた。なんだ、普通だったわ。こっから何？また一本道？ファイナルソード？ファイナルソードでももっと分岐あって自分に15億来たのに。いや、ごめんなさいバブルタイムにね、気をつけないとやばいよ。ロケストを持ってるとはいえ。ルクスは持ってるけど。あ、ホイミか。ドラキーマもホイミ打ってるからな。もはやホイミスライムの意味がなくなっちゃうじゃん。お前がホイミ使ったらさ、もうホイミスライムの立ち位置なくなってんじゃん、ドラキーマ。ここは斜めに。オッケー、うまーい。狙ったところに切れるとね、楽しいね、これ。狙ったところに切れるといいんだけどね。ポインターずれずに。あ、出た、分岐。大体こういう分岐だからな、なんか、さすがにオープンワールドは求めすぎたんや。まあ、とこは、せっかくだから俺はこの右の扉を選ぶぜ。せっかくだから俺はこの左の扉を選ぶぜ。おお、扉なんてどこにもないっていうのはね、ボールゲームのネタですけども。何？しびれクラゲが浮いてきたーシビルクラゲ浮いてんじゃん、お前。いよいよ。まあ、お前確かに浮き、もう元々は、ねえ。あれ？どこ行った？あ、仲間連れてきた。よしよ。おー、結構いるねー。これ攻撃してくるよね。ガードして。立て。オッケー。あーし。あ、結構来る。え？待って。
マーマンってさ、俺知らなかった。マーマン俺地上でも活動できたの知らなかったの。ねえ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 、俺の知ってるマーマンはさ、地上で活動できないと思ってた。そんな地上ピチピチと、まあマーマンだよ。だから君たちってさ、俺知らなかったんだけど、炎の呪文が使えて、かつお前地面にピチピチ動けたの知らなかったんだけど、俺その歴史知らんわ。俺ナンバリングさ、天以外ちゃんとやってきてるけどさ、天以外なんかいっぱいやってきてる、何周もしてきてるけど、お前らそうやってね地上で活動できるのは初めて知ったね。え、浮いて、あのモンスターズが浮いとったけどさ、そりゃモンスターズやったらふわふわ浮いとるのは分かったんだけど、地上ピチピチ動くんかお前、すごいな。え、あー来た、無理、爆弾は来るか、やっぱ。あ、上から来るね、これ。上から来るやつ。はい、上から来る。普通に処理。キーマちゃん。キーマちゃん何？ホイミは使うけど攻撃呪文は使わないんだね。正直、マーマンダインなんかよりよっぽどなんか攻撃呪文の印象はあるけど、君。イオラとか。ギーラとか。来たよ！いっぱい来たよ！あ、無理。爆弾動いよ。スキル倒したろ。スキル倒したろ。お前もスキル倒したろやないか。おい、俺の月見ろよ、月。諦めてたよ、今。あの、すいません、諦めてましたよね。今、絶対月とか言いながら、もう普通に横振ってたよね、今。やべえわ、編集で月にしとこう。編集で月の申し込みしとこっかな。鏡ながら進んでるよ。あ、さまよう鎧、これはかっこいい。さまよう鎧来たじゃん、かっこいいじゃん。え、待って待って待って、すげえガードされる。ちょっと待って、立て、見失った、カーソル見失ったよ。待って、これどうすればいいんだ。肉を切らせて骨を断つんだ。大体ガードされる。あ、そういうことだ。振りかぶった時に逆に狙える、これ今までと全く逆のパターンだ。今までと違う。今までは攻撃モーション中は攻撃しても全然効かなかったけど、さまよえればその逆なんだ。攻撃モーション中に切るんだ。あー、今プレイヤーシーンについたわ。プレイヤーシーンに疲れたわ。あ、ハグメタ、ハグメタいる。え、待って、もう今レベルアップって今出ちゃってますけど、今2ボタンで止めちゃったけどレベルアップって文字が見えて、今俺倒したな、今偶然。すげえ奇跡起きた。もう一回リプレイ何回かこれやっとん、絶対リプレイ何回かやっとんねやに。倒したね、ハグメタ。ハグメタ出んだ、もう。え、もうハグメタのレベル？なんか前回お猿さんの時にメタルサイム出てたのに。すげえ、ハグメタ出ちゃった。1万ぐらい持ったの経験値今。やべ、びっくりした。いや、ここに縦に出てくるからよかったな。よく倒したな、今。今のはグッドだ。なるほど、結構いいね。あー、ここ食らうか。てか、海の魔物いっぱい出てくんな。さすが海風呂洞窟。その中にハグメタいたのすごかったな、そう考えたら。よし。あ、これは？これは？岩が強く恐れている。剣で壊すことができそうだ。見よ、私の美しい剣技。はぁ、あちょ。はい、今回のね、頭おかしいポイントでした。